インバータブロタ無脊椎動物とは、脊椎動物以外の動物のことである。すなわち背骨、あるいは脊椎を持たない動物をまとめて刺すもので、ジャンバティストラマルクが命名したインバータブロタの訳語である。脊椎動物以外の構成動物のみを指して使われることもあるが、伝統的には原生動物をも含むこともある。詳しく言えば無学類、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、 哺乳類以外の動物と言っても良い。また、より日常的な言い方をするなら、獣、鳥、両生爬虫類、そして魚を除いた動物で、脊椎動物には、口や目を備えた頭部を持ち、赤い血を持つという、わかりやすい特徴がある。古代から近世では、血がある、血がないという差の方に重きを置いて認識されていた。古代ギリシアのアリストテレスは、動物史において、 動物の大分類として、有血動物、無血動物を提示し、無血動物として、有核類、昆虫類、甲殻類、軟体類を挙げた。この区別はその後の脊椎動物、無脊椎動物、近世、近代になって、輪廻によって、哺乳孔、蝶孔、両生綱、魚綱と、昆虫綱、全虫綱という分類が行われた。脊椎動物以外の動物を、 無脊椎動物として大別する分類は、上記の通り、ラマルクによる。動物の分類においては、脊椎動物に関する知識がそれ以外の動物についての知識に比べてはるかに多かった。そのため、脊椎動物を、爬虫類、両生類といった大きな群に分けると、残りはその他の群として一とまとめにされ、脊椎動物の各群と同等の地位を与えられた。しかし、 そこに含まれる生物の個々についての知見が深まるにつれ、それらの差異が大きいものであることが分かってきた。そのため、脊椎動物と対地される位置まで持ち上げられたのが、無脊椎動物という名称である。さらに、多くが知られるにつれ、無脊椎動物の中の個々の群が、脊椎動物に対地されるべきものと考えられるように、 なり、多くの動物門が作られ、脊椎動物はその中の一つという位置に収まった。このため、無脊椎動物の分類群としての妥当性と存在意義は疑わしくなった。近年、脊椎動物門が脊索動物門の一アモンとみなされるようになってからは、さらに意味を見出しにくくなっている。このような経過は、植物における喧嘩植物と陰化植物の関係によく似ている。 歴史的にも平行的である。上記のように、石作動物門の一アモンでしかない石椎動物と、数十の動物門に含まれる他のすべての動物を、対地して区別するのは、含まれる種や分類群の数の面で動物を適切に二分する、ことにはならない。無石椎動物の内頭作動物と、お作動物は、他の無石椎動物よりも、石椎動物に禁煙なので、 無脊椎動物は単系統群ではなく、系統関係を反映した分け方ではない。また伝統的に、無脊椎動物に含まれてきた、原生動物は動物界ではなく、原生生物界に分類されている。そのような問題点はあるものの、無脊椎動物という語は便宜的に広く使われ、教科書や大学の講義も、脊椎動物、無脊椎動物に分かれていることが多い。 また動物学者、ピーター・ホランドは、系統関係や種数を反映していないという問題を認めつつも、脊椎動物は大きな体、高効率な血液循環系、動的な骨格、複雑な脳、保護に働く頭蓋、そして精緻な感覚器といった特徴の複合によって、他の動物とは一線を画し、遺伝的にも二度の前下の無重複によって、多くの遺伝子を持つという差異があることから、 脊椎動物、無脊椎動物の区分に一定の意味を認めている。人間に近いと認識される動物は脊椎動物にまとめられるため、無脊椎動物は異様な印象や不思議な印象を与えるものが多いことになる。若い女性で無脊椎動物が苦手な人は多い。ありがとうございます。